日韓県民福井は福井県を発行地域とする日本の地方紙である。北陸中日新聞の発行元である中日新聞北陸本社で紙面を制作し、中日新聞福井支社が発行元となっている長官選売販売部数である。1977年7月1日、同社の実質的前身である株式会社日韓福井が 地元発祥の大手ゼネコン、熊谷組の会長で当時福井テレビジョン放送の会長だった熊谷田三郎の支援を受け、日韓福井として創刊した。日本の新聞で初めて全ページに電算社食方式を採用。この創刊の時点では、日韓と中日とは何のつながりもなかった。しかし、熊谷の死去後、県上福井新聞などとの熾烈な競争から、 慢性的な赤字経営に陥った。なお、日韓設立時には、福井新聞の一部の役員が設立に関わっている。その状況下の1992年、中日新聞社が日韓の支援に乗り出した。日韓は中日に経営権を譲渡し、一旦、中日新聞北陸本社に発行元を移した。1993年1月3日には、北中、 福井版と市名を統合。そして1994年、中日は日韓の発行元を福井に戻し、同年6月15日より大号を今の日韓県民福井に変更した。中日は県民総監時に福井支社を設置している。なお、法人組織としての株式会社日韓県民福井は中日グループ参加となって以降も存続してはいるが、 現在は報道取材のみの業務を担う中日の下請け的存在に変わっており、同社独自の取材網も霊北地域の一部に限られ、峰南、若狭地域には及んでいない。県民の紙面は中日新聞北陸本社で制作されているが、中日名古屋版を呼び、東京新聞と一部紙面を共有している。上戸市は北中の福井県発行文を継承している。 県民の印刷については、過去は金沢市にある北中の工場にて行われていたが、2021年現在は岐阜県岐阜市にある中日新聞に印刷の岐阜工場にて行われている。連載漫画は2017年4月1日から、中日と同じ青沼たっの、ねえ、ピヨちゃんが掲載されている。かつて、五木博之の、新蘭、新蘭激動編。 診断完結編を掲載。なお同作は競合誌である福井新聞にも掲載されていた。なお、中日新聞などで日曜日に織り込まれる別冊の中日サンデー版は当誌では発行されておらず、日曜日に週刊テレビガイド、月曜日に大図いが本誌に織り込まれる。例北、例南共通放送局のカット表示は中日、北中と同じものを使っている。 フルサイズ掲載局のみ、地上デジタルのリモコン ID が掲載されている。2017年に、中日新聞福井版と同様に掲載局の見直しが行われ、全県統一に変更された。同時に、関テレ、読売テレビの掲載を取りやめた。2018年12月1日の 4K8、k 放送の開始に伴い、BS チャンネルのサイズ変更が行われている。 県福のラジオ BS デジタル欄は中日福井版と同様の内容で中日名古屋本社で制作されたものをそのまま掲載している。また、FM 石川で放送される北陸中日新聞ニュースは黒帯に白抜き文字で北陸中日新聞 N と表記されている。日曜日の中面に折り込まれている。福井県霊北にある日韓県民福井。 中日新聞社の支者、通信部は、両師の取材を兼務する。詳細は、日韓県民福井会社案内並びに、中日新聞公式サイト地域の取材網を参照。ありがとうございます。